こんにちは、モノパレットのアゲントサブト、ゆきみです。本日の企画ですけれども、はい、こちら、皆さん何かわかりますか？ VR。 そうです。VR。 超近未来的な見た目してますよね、これ。うん。僕らがウマちゃんに誕生日プレゼントであげたやつ。つい先日ね、あげましたね。これね、どういうものなのかというと、ゴーグルになってて、うん、中に 3D に見える、なんかこう、まあ疑似体験みたいな。そう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 、はい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 、みたいな感じでね、まあ。自分がその世界に入り込んでるみたいな感じの体験ができるゲームですけども。うん、これ、僕もやったんですよ。まあ、てか持ってたよね。うん。これね、使ったら分かると思うんですけど、これやってる時ほんまにその世界にいるかのように錯覚するんです。まあ後で多分みんなにやってもらうことになると思うんですけど、うん、ってことはこれがメインの企画、ゲームをするわけではもちろんないです。しかも都合よくここに一人いいないモノパレあるある、オープニングに一人いない。その場合大体何が起こりますか？まあ、ドッキリですよね。そうなんです。これを使って今回ドッキリを仕掛けていこうと思うんですけど悪いな、久しぶりだよこっち側の立場。さっき言った通り、これをつけてゲームしてる時ってほんまにもう没入感がすごいんですよ。もうこのゲームの世界にほんまに入ってるかな。あー、でもちょっとやったけど、確かに、うん、聴覚視覚がもう全部ゲームで埋まってるから、うん、何されてるか分からんかも。そう、もうこれつけてる間もうここにいないと同じなんですよ。これをつけてる間に周りにゴキブリがめちゃくちゃおったらどういう反応すんねやろって気になったんです。なるほどね、とんでもないことを考えるよ。よかった、仕掛け人になってくれてありがとう。ということで今回ですね、仕掛けていくドッキリなんですけれども、はい、VR ゴーグル外したら周りにめちゃくちゃゴキブリがいるドッキリ。ごめん、3人目申し訳ない。はい、そのゴキブリなんですけど、さすがにね、ちょっと本物を用意することは僕たちもできませんでした。モノパレハウスにつがいが残ってみ、最悪でしょ。なのでちょっと今回ね、こちらですね。うわぁ、どうですかこのゴキブリのおもちゃたち。キモ、おもちゃって分かってても無理。でもね、ちょよく見てみ。いや、だんだん可愛く見えてくるから。おわぁ、ほらほら、あ、ちょっと可愛いかも。やろ、本当にやめろVR のゴーグル外したら、これがまあ目の前とまあ足元とか本当に本当に乗ってると足元本当にどうなるやろな、びっくりするんかな実際。え、苦手やったっけ。確かめっちゃ嫌いやった気がする、虫。まあ、好きな人のは少ないよな。はい、ということでね、リムが到着して偽企画撮るとこまで飛ばしましょう。よいしょ、うわぁ、こんちゃまのパレットのギンとサブト、ネギミとリムです。今日の企画なんですけれども、こちらですね、 VR。 みんなやったことある？はい、 VR。 なんか一回サンブが持ってたやつを俺は、ああそうね、うんうん、VR でゲームをやっていきたいなと。今回は単純に VR の凄さをみんなに知っていただこうという企画となっております。そうかな。俺らが見てる視点をテレビに映せるんですよ。どういう視界でゲームをプレイングしてるかっていうのをみんなにも見せることができる。なるほどなるほど、うん、それでは早速プレイしていきましょう。よいしょ。はい、ということでね、 VR 今からやっていこうと思うんですけど、うん、ちょっと一回画面映してもらっていいですか。プレイステーション VR ワールズっていうね、ソフトなんですけど、買った時に最初からついてるよっていう。へえ。 VR の世界を楽しむにはこれっていう、持ってこいと。そうなんです。なんでね、これをプレイすれば、まあ、VR の凄さが体験できるよと。そうそう、なるほど、なるほど。やってみたい。多分いろいろ入ってんのかな、これは。海の中探索できたりとか、よくあるやつ、ね、サメに襲われたりとか、そういうのが体験できるゲームになってますんで、早速アゲインにプレイしていっていただきたいんですけど、ちょっと一回装着してもらっていいですか。まず VR のゲーム自体あんまりやったことないから、うん、楽しみ。あ、すごい、もう見えてんの。うん、俺かっこいい。いやまあむしろちょっとかっこいいぐらい、いつもよりも、うん、うん、すげえ、めちゃくちゃ近未来やなこれ賢そうに見えるんだよ、ちょっと。おお、すごい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 。今これがアゲイン視点です。アゲイン、ちょっと見渡してみてくれ。おお、動いてるね。なんもなくなっちゃった。え、すごい。わあ、サメだ。おー、すごいな。あ、なんかここでゲームを選ぶって感じかぽいな。なんかこうロビー、おおおおおおお、スペースマウンテンみたいな風感じてる今。すごいね、涼しく感じる。え、うせん。おおおおおお、これがオープニングですかね。 VR ワールズ始める。え、すごい。じゃあ始めるを押しますね。はい、これが海のやつじゃない。じゃあちょっとアゲイン、どれか一回プレイしてみてくれ。これかな。泳げないんで、うん、水の中とかあんまり行かないんですよ。はいはい、ああ、そうなんです。なんでちょっと、じゃあちょっと海底ツアーで、うん、シンプルにね、泳げないんで。じゃあ、聞こえないんで、僕勝手に進めますね。声でか。
何？周りを見落として海中の様子を楽しむ。まるで始めるとか言ってる。まるで始める。おお。怖い。待って。上とか見て。あでも聞こえてる。うわ怖い。うわ怖い。さ怖っ。うわ怖っ。待ってマジで怖い。じゃあちょっとアゲインの視点ちょっと一回見てみましょうか。うわ下やば。海底で怖いよね。でも普通に怖い。これさガコーとか言って落ちられたら死ぬんだけど。死なないから大丈夫。おすげえ。クラゲちゃんが上に。あ真っ暗。終わった。終わりました。どうでしたか。すごい。なんかマジでボキャヒンやな。なんか全然さこの空間は揺れたりとかしてないじゃん。でも視覚と聴覚がもう本当にそこの世界にこう誘う扉になってて。ハハ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 ハ。無理してない。無理してるよな。無理してんな。でも揺れてないはずなのに揺れてるように感じたりとか。あとやっぱ下がやっぱ底ないから海って怖いな。怖い。すごかった。まあとりあえずすごかったという。まあでもまあこれはまあ見た人にしか分からん世界だよね。ほんまにこれマジ初めてやったら感動するよな。マジで感動した。これ欲しいよ俺。じゃあ続いてちょっとユミさん挑戦していきましょうか。マジですごい。いいの。じゃあサメやろ。サメやばいと思うよ。サメか。はい、続きましてですね、リムさんが VR 体験をやっていくということなので、うん、次はサメ行っちゃおうかな。なんかサメとの遭遇ってやつがサメは本当にヤバいと思う。サメとかは無理だぞ俺。うわどうですか見た感じは。あでもあすごい。あでも今バスネージすごい。いやすごいな。綺麗だ。それだけですごいんだ。続けていいんだこれ。そう続けるとして、そしたらダイブを選択のところにサメがあるはずなんです。うわあったあったあった。いきます。始めたらつけていいの。いやうん。これ多分ガチ怖い。マジで怖い。うわーすげえ。みんなやばい。クソでかくなるね。うわあ音でかっ。初めての場所だけど言うて。めちゃくちゃ機械が飛んでるわ。全然始まらんな。おお動いてた。なんかねあのアギンが言ってた揺れるってのが分かる。分かる。聞こえてない。聞こえてない。おお魚よ。お前の周りにゴキブリおるよね。おおカニ。ゴキブリ。ケーキが光ってる。間違いなくここにありそうね。ちょっと狭そうね。マンタかわいい。あそろそろ来そうですよ。下で動いてるって公園だ。もうサメ来んの。サメクリオンだよ。クリオンだよ。あ、来た。ホラーでよくある音が一気にでかくなってくるやつ。来ました。真っ暗になりました。ほら来ますよ。ここからサメが来ます。いや俺ら見えてんのよ。サメが来る。いやでもさこの網はサメ入ってくるのかよ。全然サメが来ねえ。これみんなに音は聞こえてないのか。そうか聞こえてるよ。うわー来たでかい。うわホウジロザメだよ。うわーでけー。これめちゃくちゃリアルだな。音でっか。うわこっち来るわ。来る。配信だ。引き上げてくれ。ちょっと待って。はい。ああ。大丈夫。ああ。あっつ。いつもこうなるんだから。終わった。初めてのダイビング。向かってるみたいな。ライバル登場。私たち
終わりました。これ外して、外します。出た。最悪や。もう出てる。絶対投げたであろう。VR が。いや、すいません。マジか。ということで、ドッキリ大成功。わーい。いや、単純にサメ怖そうやったな。めちゃくちゃ汗かいてる。一緒でしょ。はい、ということでね、 VR 外したら涙目や。涙目や。弱っ。 VR ゴーグル外したら周りにゴキブリに囲まれてるドッキリでしたけれども、いかがでしたか。いや、なんかもうさ、うざい。いや、サメで結構もう来てたんだ。確かにな。外していいって声ないし、あ、外そうと思ってさ、外したらさ、誰もいないし、こけた。いや、もう俺ら的にはめちゃくちゃ笑かしてもらったから。めちゃくちゃおもろかった。もうなんか、サメん時のリアクションも、これ一本でいけんじゃないかと思うレベルの面白さだったから。よく頑張りました。じゃあもう最後から、高評価をね、先にやってもらって。いや、もうやってよ。やだよ。はい、じゃあこの動画が楽しかったと思う人はグッドボタン、今後もね、みんなにドッキリに仕掛けてほしいなと思う人はげんなりしてるけど、チャンネル登録お願いします。それでは以上、モルバルトでした。そうです、毎回論外しょうもない、誰も曖昧なか望んでない、光が刺す吠えがカートなわせ、今半分再生上はなし、誰もが眠らない、ストーリーゲッター。楽しかった。どっちも楽しくはない。虫決め。